ルアーフィッシングを楽しむためには以下の10種類の道具が必要です。ルアーフィッシング専用のロッドを選びましょう。長さや硬さはターゲットとする魚や釣り場によって異なります。リール、スピニングリールやベイトリールなど釣りスタイルに合ったリールを選びます。ナイロンライン、フローカーボンライン、PE ラインなど用途に応じたラインを選びます。強度や感度も考慮しましょう。4、ルアー、ジグ、ミノー、バイブレーション、スプーンなどターゲットとする魚に合わせたルアーを用意します。オフク、アショーカー、オーアイコロンルアーに取り付けるフックはサイズや形状が多様です。魚の種類に応じて選びます。6、スナップ、スナップリング、消化、高アリコロン。強度と使いやすさがポイントです。7、プライヤー、フックを外したり、ラインをカットしたりするための道具です。釣り場での作業をスムーズにします。8、タックルボックス、道具やルアーを整理して持ち運ぶためのボックスです。サイズや仕切りの有無を考慮して選びます。防水性や通気性のあるウェアを選ぶと快適です。10、ライフジャケット、安全のために必ず着用しましょう。特にボート釣りや水辺での釣りでは重要です。これらの道具を使用してルアーフィッシングを存分に楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。